2021年11月、日本最西端の島、与那国島へアリ観察に出かけました。島内のいろいろな場所を巡りながら、さまざまなアリたちを観察してきました。観察の詳しい様子は、アリ愛好家の最高の休日、与那国島編をぜひご参考ください。日中の観察の傍ら、夜間に灯火採集も試みてみました。島には灯火自体少ないのですが、集落の近くのいくつかの灯火を回ることはできました。与那国島では11月でも平均気温が20度以上あり、この時期でも生き物の気配がしっかりと感じられます。街灯に照らされた歩道の周辺を探索していると、何かいましたね。小さな羽アリのようです。しかも結構な数が集まっています。このアリが今回の主役、琉球アメイロアリの新女王です。今回の動画では、ここで出会った琉球アメイロアリというアリの特徴と、採集から約1年間の飼育の様子を見ていきましょう。まずは琉球アメイロアリの生態について確認をしておきましょう。琉球アメイロアリの生息地は南西諸島の種子島以南。日本では南方の一部地域でしか生息をしていないアリであることがわかりますね。コロニー形態は林内や草地の土中に巣を作る土中営巣制。コロニー内には女王が1匹のみという単女王制です。ワーカーの形態的な特徴は、体長が2ミリから2.5ミリ、体の色は頭部、胸部、腹部第1節は褐色、腹部第2節以降は暗褐色と記載があります。しかし実際に見てみると、頭部と胸部を比べた場合、頭部の方が色が濃いなという印象です。これはデータベースや信頼がおけそうなインターネット上の画像などを見ても同じような特徴が見て取れました。我が家で飼育をしているアメイロアリ属の禁煙種アメイロアリ、ケブカアメイロアリと比べると、頭部腹部に比べ胸部が明らかに明るい色をしているアメイロアリや、体全体が黒っぽい色をしているケブカアメイロアリと比べると少しずつ違いがあって面白いですね。特にアメイロアリとは雰囲気がとてもよく似ていますが、実際に肉眼で見ると琉球アメイロアリの方が黒っぽく濃い色をしていることがわかります。それではここからは、結婚飛行で出会った琉球アメイロアリ新女王の飼育下での成長の様子を見ていきましょう。採集した琉球アメイロアリの新女王の管理には、まずは試験管巣を使用することにしました。しばらくの間は簡易的な試験管巣の中で様子を見て、コロニー化をしたら本格的な飼育巣に移動させるという計画です。11月20日、結婚飛行からは約3日が経ちました。琉球アメイロアリの新女王は早くも産卵を始めていました。しかも結構な数を産んでいますね。この時期が11月下旬であることを忘れさせるような光景です。また女王の姿は胸部がより明るい色をしているように見えます。体全体が一様に焦げ茶色だったり黒っぽい色をしているアメイロアリやケブカアメイロアリとは違った特徴ですね。他の女王を見てもこの色彩の特徴は共通しているように見えます。特に胸部の後ろの方がより明るい色をしているようですね。
年をまたいだ1月31日、結婚飛行からは約2ヶ月半、琉球アメイロアリの新女王のもとには早くも幼虫が育っています。さらによく見るとサナギの姿も確認できますね。こちらの女王のもとには色づいたサナギも確認できます。サナギのタイプは眉を張らない裸葉タイプ。この辺りは禁煙種のアメイロアリ、ケブカアメイロアリと同じような感じですね。さらにこちらの女王のもとには早くも初ワーカーが羽化していました。ある程度暖かい室内で管理をしており、結婚飛行からは約2ヶ月半これを考えると決して早すぎるタイミングではないんですが、この日が真冬の1月31日であるということを考えるとやっぱり不思議な光景ですね。ワーカーが誕生したタイミングに合わせて肉餌の供給を開始しました。女王が自らやってきて食べていますね。与えたのはミルワームの切片です。よく見ると口元にある顎ひげを動かして食べている様子がわかりますね。なんだか美味しそうです。しっかり栄養をつけて、これからコロニーを発展させていってもらいたいですね。6月14日、季節は巡り、春から夏へ向かおうかというこの時期、琉球アメイロアリの女王のもとには15匹前後のワーカーが誕生していました。ある程度コロニーらしい形となったので、そろそろ引っ越しが必要ですね。6月20日、新しい飼育巣を用意し、引っ越しを敢行することにしました。アリたちには申し訳ないのですが、試験管巣からは一度出てもらいます。引っ越しはすぐに完了しました。新しく用意した飼育巣は石膏巣。小型種である琉球アメイロアリに合わせ、薄い巣部屋を掘り込んだ飼育巣です。この石膏巣のアイデアや制作方法は、疑似どんぐり石膏巣を応用しています。新しい飼育巣は、観察面がまだ汚れていないため、コロニーをクリアに観察するチャンスです。色彩の美しい女王、褐色味の強いワーカーたちも美しいですね。また、お腹にたくさんの餌を溜め込んだワーカーや、ぷっくりと膨らんだ幼虫たち、色づいたサナギの姿などを見るとコロニー内は活力に満ちています。8月27日、琉球アメイロアリのコロニーは順調に成長を続け、ワーカーの数はすでに100匹に迫る勢いとなりました。禁煙種のアメイロアリやケブカアメイロアリも1年目から爆発的に成長するコロニーがありますが、この琉球アメイロアリも同じような雰囲気を感じますね。特に冬の間からワーカーが誕生し、コロニーが成長を続けていたことも、早い段階でこのコロニー規模になった要因の一つと言えるのではないでしょうか。12月20日、与那国島での結婚飛行から約1年と1ヶ月が経ちました。琉球アメイロアリのコロニーは急速に成長を続け、ワーカー数300匹を超える規模になりました。6月に引っ越しさせたばかりの新しい石膏巣もこうなってはもはや手狭ですね。近いうちに引っ越しや増設が必要になりそうです。禁煙種アメイロアリの過去の飼育例では、2年目にオスアリが誕生し、3年目で新女王が誕生した調子の良いコロニーがありました。この琉球アメイロアリのコロニーも2年目で1000匹に到達するような成長のペースが続けば、早い段階でハネアリの生産もあるかもしれません。
いかがだったでしょうか。今回は日本の南、南西諸島に生息するアリ、琉球アメイロアリを見ていきました。日本に広く生息するアメイロアリととてもよく似ていますが、色彩などにわずかに違いがあり、違った魅力がありましたね。また、一年を通して温暖な与那国島からやってきたアリらしく、結婚飛行は11月、コロニー創設は真冬の1月、そのまま一年を通して成長を続け、1年目で300匹を超える規模になるという驚異的な成長を見せてくれました。気候の全く違う本州での飼育管理ということで、今後難しい点が出てくるかもしれませんが、なるべく長い間飼育と観察を続けていきたいなと思っています。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。